写真愛好家の川手さんのお宅にお邪魔しております。川手さん、今回野鳥の生態で面白い写真が撮れたということですね。面白いと思っていただければ幸いです。めったに見れないシーンを撮りましたので、ぜひ見てください。あー、素敵な写真がたくさんありますね。今ここにあるのは北広島市の大体どのあたりの地域にいる鳥なんでしょうか。これはほとんど富ヶ丘地区で撮っております。この辺ですよね、富ヶ丘地区ね。はい、小さな鳥からカラフルな鳥、大きな鳥もいるんですけど、大体何種類ぐらいいるんでしょうか。30から40種類ぐらいは富ヶ丘にいるんじゃないですかね。そんなにたくさんいるんですか。それじゃあ代表的なものをスライドショーで見てもらいましょう。飛来するのは夏鳥たちです。その多くは子育てのために飛んできます。ここ北広島生まれ育った野鳥がいっぱいです。こんなにいろいろな鳥が身近にいるなんて驚きですね。そうですね、鳥は空を飛んだり枝に止まったりする以外にもいろんなことをしています。例えば水浴びの写真なんかを見ていただけますか。鳥って水浴びをするんですか。そうですね、好きなようですね。水浴びは鳥の羽についたホコリや寄生虫、そして死粉といわれる細かな白い粉などがついており、水浴びによってそれらを落とします。すなわち病気から身を守っているんですね。他に砂浴びもあります。へえ、水浴びや砂浴びで体を守ってるんですね。そうですね、また鳥たちは求愛のダンスもします。私の見た求愛ダンスは白石嶺です。翼を大きく広げメスの周りを回る華麗なダンスです。このダンスの後はどうなりましたか。成功したか失敗したかはよくわからなかったのですが、求愛ダンスの後にオスはさっとどこかに行ってしまいました。そうですか。ところでこの写真、先ほどから気になっていたんですが、この写真とても激しいように感じるんですけれども。これが今回一番お見せしたかった托卵の現場です。私が観察できたのは格好と呼びたきの攻防です。命をつなぐ凄まじい托卵の攻防が目の前で繰り広げられました。格好は夏鳥で、巣を作らずに他の鳥の巣に卵を産み育てます。呼びたきは冬を東南アジアで過ごし、夏は東北北海道で繁殖します。格好の4分の1しかないこの伸びたき、とても勇敢に感じますね。そしてこの結末はどうなったんでしょうか。はい、格好の托卵は失敗しました。伸びたきが守りきったということですね。スズメより小さな伸びたきがつがいで戦い守りました。今回は求愛の舞や托卵の攻防などを通して、鳥たちの命をつなぐために繰り広げられた自然界の厳しい姿を改めて知ることができました。そんなにたくさんいるんですか。